上宮山古墳は、和歌山県西室郡須佐美町須佐美にある古墳。形状は円墳。出土品は、和歌山県指定有形文化財に指定されている。出土品和歌山県立キーフ動機能化企画展示時に、撮影。和歌山県南部、須佐美湾西方の丘陵山頂に築造された古墳である。1970年の宅地造成工事の際に、 発見されたが大きく作兵を受けているほか、1971年に、須佐美町教育委員会による発掘調査が実施されている。噴霧は、円形で直径40メートル、高さ4メートル程度と推定されるが、現在はその4分の3が失われている。噴丘表面では、ともこん土器群が検出されているが、吹石、埴輪は認められていない。 主体部の埋葬施設は、横穴式石室2基、箱式石棺1期で、東西の横穴式石室の間に箱式石棺が位置した。これらの内西横穴式石室と箱式石棺は、失われているが、残された東横穴式石室からは、多数の副葬品が検出されている。以上より、築造年代は古墳時代後期頃と推定される。 横穴式石室の古墳としては、本州で最南端に位置するとして注目される古墳になる。出土品は2015年に、和歌山県指定有形文化財に指定されている。主体部の埋葬施設は、東西2基の横穴式石室と、その間の箱式石棺1基からなる。3基の内西横穴式石室、箱式石棺は現在は失われており、つまびらかでない。 東横穴式石室は右肩袖式で南方に開口する。原室の平面型はほぼ正方形で長さ2.3メートル、幅2.1メートル、高さ1.5メートルを測る。側壁は割石の小口積みで構築され、その上に遺体紙5段で持ち送って天井石2枚をかけており、壁面では種の痕跡が認められている。この石室の構造には、 九州地方中部、北部の石室との類似性が指摘される。現室内では、奥壁と平行の仕切り石を持って3区画の、カバネ床が形成され、奥壁から順に、第1区、第2区、第3区、カバネ床と呼ばれる。いずれも東枕で、意外は普及していたものの多数の副葬品が、検出されている。ありがとうございます。